ウクライナ国内軍の軍機ウクライナ国内軍とは、ウクライナ内務省に所属する、ウクライナ国内での使用を目的とした、軍事組織。公共秩序の維持、重要施設の警備等を任務とする。国内軍製員の身分は、軍人である。フランス国家憲兵隊や、イタリアのカラビニエリとは異なり、犯罪捜査等には従事せず、純粋な軍事作戦を任務とした組織である。上述の通り、 ウクライナ内務省の指揮下にあるため、ウクライナ内務省軍とも呼ばれる。1991年9月30日、ウクライナ最高会議幹部会令により、ウクライナ領内に駐屯していた、旧ソ連内務省国内軍部隊が、ウクライナ内務省の管轄下に移管された。同盟令により、3個作戦連隊、4個民警特殊自動車課連隊、8個、 独立民系特殊自動車課大隊、教育連隊、独立通信大隊が国家親衛隊に編入された。1991年11月29日、国内軍は国内護送軍に解消された。1992年1月2日、国内護送軍総局が設置された。同日、ロシア国内軍司令官の指示により、 ウクライナ領内の原子力発電所を警備していた部隊がウクライナ内務省に移管された。1992年3月26日、国内5層軍法が成立。1995年、第一旅団、第七連隊、第五独立大隊が国家親衛隊から国内5層軍に移管され、これらの部隊に基づき民系特殊自動車化部隊が創設された。 同年10月31日、国内護送軍は国内軍に解消された。1999年12月17日、大統領令により国家親衛隊の全部隊が国内軍に移管された。2014年3月14日、最高会議はウクライナ国家親衛隊法を承認し、国内軍に基づき、ウクライナ国家親衛隊が創設された。 ありがとうございます。